どうしたらいいかわかんないから一緒に研究しようかっていうふうに言ったんですね。そしたら彼がですね、なだれていた顔をすっと上げてですね、お願いします。一緒に研究してくださいっていうふうに言ったんですね。これがですね、まさに当事者研究の始まりだったんです。当事者研究っていう形でですね、この現実に当事者自身が 共に向き合いその解消解決のプロセス自身をですね研究のプロセスとして当事者自身が担うという一つのことを大事にしてきたわけです。